それでその時お母様どう感じたんだっけどうう感じたんでしょうねと,とりあえずもう幸雄先生にあ最初はもう本当に疑惑の目でしかなかったらしいんですけど <laughs> この人はどうやってうちの娘を騙したんだろうっていう、はい、視点で見てたらしいんですけど、はい、もうお話を聞いててすぐに「あれあれなんか違うこの人別に宗教でも教徒様でもない?」って思ったらしくて、はい、も,うもうすぐに「 この人はすごい本物だって思ったらしく、はい、もう本も当最初の数分で最初の疑念は吹き飛んでしまったらしく。<laughs> まあ,ありがたいことだわ、でもそれを感じ取ってくださるっていうことも本当にありがたいしね。うん、そううですねもう帰る時にはもう本当に佐々先生の大ファンになって、確かもうハグして帰ってたのを覚えてます。 参加できる時は参加してくださってるし、はい、ツアーも参加してくださってるし、そうね、一緒にサスタツアーもね行かせてもらったりしててね、はい、はい、行かせていただきました。うん、なかなかその次軸、その次に自分力に参加された時にそんな話を、そうだよね、<laughs> そうそうそう実は実はということで <laughs> 話しました。うん、宗教に入ったのかなと思ってねって言ってくださって、もう大爆笑してましたよねみんなで。<laughs> <laughs> そ,うそれでお母さんミイラ鳥がミイラになっちゃったのよみたいな感じで。<laughs> 本当にいいねもう結局は母もこうちょっと生態の仕事とかもしてたので社長、はい、先生にヒーリングそうなんだよねスクールでお世話になったりとかして結局は自分の腕を上げることにもなり、はい、もう本当に社長先生には今でも本当に親子で感謝してもしきりません。<laughs> いいえ <laughs>